何この背景、なんでお祝いされてるの、西何のお祝いこれ。何だろう。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな、あー好きな色は何ですかあーんー、でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。なるほど、2100日。あれ、これって100日単位でお祝いしてもらってたんやったっけあ、そう、いや、ありがとうございますだ。イエーイ。なるほどね、なんかと思った。ありがとうございます、感謝、感激。置けないここにも置けない手持ち。キリがいいんだね今日は。じゃあ15分配信ですかって。うん、めっちゃ時間あるの西。これでもまだいろいろね、時間潰してきた方なんですけど。そう、仕事終わりって。そう、今日日本史の収録朝からしてきて、あの声ので、そっからもう劇場、今日劇場逆上がり公演なんですけど、そこまで時間空くってなって、マクド行ってハンバーガー食べて、で薬局行って、もう昨日ね化粧ポーチを半分ね実家に忘れてきたのよ。やからそう、だからほんまに必要な分だけ化粧品買ってきてみたいな。そうで、今そう時間潰すためにちょっとレッスン中来たんですけど、そうマジびっくり。だからショールームでさ、なんか大西化粧道具出して遊んでたのよ、シールみたいなの貼って。それで出しっぱにしてきちゃってさ、そのまんま、そう、何もカバンの中から何も出してへんわと思って、そのまま帰ってきてんけどさ、あー出しっぱなしで起きちゃったーって言ってさ、東京劇場なのに。そうだからママにね送ってもらったんですけど、明日以降には絶対なるからさ、とりあえずお家に半分あった分と、どうしても足りないやつはちょっとね買ってきちゃったそう、あとは劇場にある化粧道具で行こうかなとそうだから今日大丈夫かな、メイク、いつものメイク道具でやんないから。ちょっと違うかもね画面が。でもそんな分からんやで、多分。そう、なるべくいつも通りに仕上げて、みんな長貸してくれるよって。今メイク道具の貸し借りをあんましないんですよね、あんまっていうか、そうね、劇場に置いてあるやつとかもあるんですけど、あんま使わない人が最近は、だから ね、 そうね、コロナとかもあるから、そういう粘膜系、粘膜に近いものとかはないから、そうそうそう、だからさ、なるべく自分で買ってきた。何かしてちょっと置くかすんごい下から、あすごい角度になってしまったが、暗っ
暗。すごい画角になっちゃう。なんもないんだよね。そう。持つか。真っ黒やな。やろ真っ黒やね、全部全身真っ黒、マジで帽子もマスクも服もズボンも靴も真っ黒、カバンも真っ黒。ほんまにマジ真っ黒、おもろいよね。なるちゃんの服装みたい。そうね、なるちゃんと大西常に真っ黒な気する。安心するやから、あ、なるちゃん今日も黒やってそう。靴下は、って靴下履いてない今日、サンダル、サンダルだから裸足なんです。黒き、サンダルも黒かって。そう、今までそうサンダルをね、買ってなくてさ、なんかつっかけみたいなのあったんですけど、家に近所行く用の。でもサンダルなくて、ずっとあの冬のブーツみたいなんで過ごしてたんですけど。でもさ、この間あの劇場行ったら、そうサンダルプレゼントしていただいて、そうかわいいの、今それ履いてます。そう、季節感があって。そう、もし1年間さ全く同じ靴とか履くのよ。そう、だからサンダルいいね、涼しいわ、とっても足が。ありがとうございます。眠て、ルーム終わったらちょっとだけ寝よう。そう、ペティキュアとかしてるって。足の爪してない、手の爪も何もしてない、足もしてない、何もしないやばいね、そろそろね気にかけた方がいいかなとは思うんですよ。ネイルとか興味ねえのやって。昔は毎月行ってたジェルネイル、うん、もう爪がモチベーみたいな。そう、ごちゃごちゃしててんで、ね、爪昔はそう、そうなんですよ。でもそうね、そうね、しなくなったね。うん、なんか
ネイルはほっといても割れたりしないって。割れるのよ、ネイルのジェルネイルとか割れたりとか、ここだけ取れたりとか、真ん中の指だけの取れたりとかするので、それも嫌やったし、嫌っていうかそう、めんどくさかったし。でジェルネイルって密着度を高めるために、なんかそう爪削るんですよ。そう触るからやって、いや違うのよ、ジェルネイルってそうポロポロ落ちていくんですよ、日にちが経ったら。だいぶ長くなったりとかしたらね。そう1ヶ月持たないものだから。そうそうなんですよ。でそう爪も薄くするから、そうだいぶその時爪が薄くなっちゃって、でそれでもで剥がれた時の爪がやばいのよ、ごしゃごしゃみたいな、なんかザラザラで。そうそれもあんま、あもういいやと思って、そっから。そうそうなの。まあなんだろうね、まあなくて困ってないしいいかなっていう。結局ジェルとかやったらたまに落とさなあかん時あるんですよ、仕事柄。そのジェルネイルしてる人は取ってきてくださいみたいな、そういうのもあるから。かといって普通にさ自分で塗るマニキュアはあれすぐ取れるからさ、単純にそれならいいやって感じ。なんかメンバーがしてるのとかを見て、かわいいって言ってるのでちょうどいい。そう人の見て満足する、いつも。ネイルに力を入れてるメンバーは誰って。ネイル、でもみんなやってるよね、めっちゃかわいい。みんな大西高橋の可愛いと思う、高橋彩音ちゃん。もうゴツゴツなの、なんかもう指がゴツゴツなの、爪がなんか蝶々とか熊さんとかなんかいっぱいついてるのよ。可愛い。そうそうそう、かわいいと思って。そう、あそうそうそう、立体的、そうそうそう立体的な感じなの、かわいい、めっちゃ。12時20分のお知らせでありがとう。お昼だね、もう言うて。ねえ。雨降ってるし。すごいよね、雨。めっちゃ降ってる。お昼食べた、お昼食べた、食べた、食べてきた、仕事終わった後。
めちゃめちゃ晴れてる。あら、雨降ってるから気温は低め。そう、雨ね降ってるから、そう、そこまで暑くはないねんけど、でもめちゃめちゃムシムシする。もう汗止まらんみたいな。湿度 100% って感じ。うん、そう、ムシムシするの嫌だよね、ほんと。ね、戻り梅雨って言うよね、今。昨日ずぶ濡れになって帰ったって、心配だよ。大丈夫？風邪ひいちゃダメだよ。ねえ、梅雨が暑かったって。まあそうなのよね、梅雨の時期にさ、しっかり雨降ってなかったしね、もともと。ね、早くカラッとしたあれになってほしいね、暑くても。ね、カラッてしてくれてたらさ、まだなんていうの、耐えれそうなもんやけどさ、まあそれはそれでまた暑いんやろうけど。シュン、ね、ジメジメが一番嫌だよねって。そうなのよ、湿気が一番嫌だ。ピーンって感じ。いい。はい。日傘使ってる。暑い、さすがに。うん、かなり眠そうだね。確かに眠い。なんか最近変な夢見ること多くてさ、夜中絶対起きるの。なんだろう。そう、今日も何だったかな、朝覚えててんけど忘れたわ、夢の内容。そう、最近めっちゃ夢見るようになった。またこの間もさ、この間めっちゃ怖かったんよ、夢。なんかさ、どうにかして無理か、どうにかしてここにこう置けない、試行錯誤してみる。あ、いけたわ、よし。なんかさ、それこそあれや、前の劇場の時、前2回公演あったんですよ、逆上がり。もう西、あの時ね、2時間しか寝てなくて。え、そう。っていうのもね、なんか、普通に寝た時間は遅くはなかったんですよ。まあ1時半とか、そのぐらいにベッドで、寝てみたいな。でそっからほんまちょうど3時半過ぎぐらいに、抱き枕あるんですけど、西んち
その抱き枕をこう抱いて寝てたんですよ。んならさ、ここもし右側向いて寝てたのね、こうやって。で左手がこう上にこうギュッてなっててさ、でこっちの手をすごいねグーみたいな、なんかいや夢やとは思う、夢やねんけどさ、こうめっちゃさグーって引っ張られててさ、で目開けてうっすら、ほんだらもうこの辺がなんか黒いのよ全部、わ痛い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 みたいな、痛いっていうかめっちゃ引っ張られてるみたいな。で動かそうと思ったら全身金縛りになってて、あ金縛りやってなって、でいつもの金縛り、いつもっていうかさ、たまになったりはするのよ金縛り自体は。でもこんなさ引っ張られるみたいな感覚は今までなかったから、でいつもみたいにファッってやって金縛りなくなったのそう、そっから怖ってさ、なんか寝れんくて、そうだからそっからずっとチーム系公演の立ち位置見たりとか振り振り確認したりとかしてた。マジ怖かった。そうなの、そう、ねえちょっと怖かった。前にも幽体離脱っぽい体験してたよねって、したっけそんなのにしよう、全然覚えてないけどそんなしてたっけ、幽体離脱の話したこ、そんなのしたっけ、全然覚えてないよ。ねえ怖いよね。普段からまあまあ金縛りしてるのびっくり。そうなんかね、なんかある時期からなるようになったんですよね。昔は金縛りなったことなくて、学生の頃とか、エイトに入りたての頃とかもなかったの。わりかし大人になってから金縛りになるようになった。ねえ体がね疲れてるのかしら。一人暮らし始めてから、いやそれはそんなことない、実家の時からなってたけど、そう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 、金縛りってどういう感じなの、動けないよね。なんかさ金縛りになる前って独特の感覚になるのよ、なんかあくる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 みたいな、そうあ、くる、あ、やばい、あ、やばいやばいやばい、金縛りになってま、あーあーあーあってそう、なんかゾワゾワってするよね。そうで、そっからガッて金縛りになったらもう動けないし、なんかさ、ただ動けないじゃなくてさ、ちょっと嫌な感じせえへん、なんかぞ、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、痛いじゃないけど痛くもないけど、なんかさあの独特の感覚、ビリビリしてる感じって、そうそうそう、なんか全身筋肉の奥の奥がさ、なんかなんかちょっとビリビリってなんかしてる感じのさ、なんだろうねあれ。でもなんか筋肉がなんか固まってます
脳起きてるけど筋肉固まってますみたいな、なんかそんな感じになる。なんかね、ゾワゾワとちょっと痺れるがなんか相まった何かみたいになる。そうで、よしってなってから、こう大西はいつもこっちの方をガッてやるのと同時にわーって叫ぼうっていうのを、それをしたらいつも終わる金縛り。あ、よし大丈夫って。え？何？何？動いてないの？え？何？え？何何何？お帰りなさい。どこも行ってないよ大西。今ずっと。え、何普通に画面動いてたけど、何のこと言ってんのかなと思った。画面も金縛りに合ってるのみたいな、何言ってんねやろって思われて今とか言ってたら、ね、電波悪いのかしら。ちょっと Wi-Fi の調子が悪かったかしら。え、もう今戻ってる？あ、今大丈夫。おもろ、あら、あれちょっと怖いんじゃない怖いやつなんじゃない。珍しいね、こんな大西の方は全然大丈夫やってんけど。もうお昼寝できませんって大西はする大西はここでするよ。ももちゃんの生き量が、大西の生き量。でもさ、なんか前その話してんな、前っていうかママとさ帰った時にさ、奈良に、そう、なんか全然最近ってほど最近でも全然ないねんけどさ、そう、なんかどうやったかな、忘れたけど、だいぶ前にね友達が遊びに来てた時があったのよ東京で。そうで、そう、その子泊まりに来て普通に寝ててんけどさ、そう、その子がわりかし霊感っぽいのがあるみたいな、なんか前もなんかその子の話したような気がするけど、なんか家の近くのなんちゃらかんちゃらそこ気をつけた方がいいよみたいな、なんか前も言われて、その子がお家泊まりに来てた時があって、でその子がさ寝てたらさ、なんか急になんか痙攣みたいなし始めてさ、私びっくりしてさ、え、何みたいな、え、どうしたみたいな、バーって揺すったら起きて、で、あ、いや、なんかさ、久しぶりに ってなって、なんか怒ってるみたいな、
怒ってるって何みたいな待ってさ、でもなんかそれ以上あんま話してくれへんくてさ、いやマジで、ね、それをそういうことがあってね、でそれをさ思い出してさママに言ったらさ、あんたそれ生き量じゃんって言われた。そう怖ないなんかあんま気にして生きてはないねんけどさ大西。何画質なんでな、やめてよ、この後私ここでお昼寝すんねんからなんで画面荒れてるの、悪いのかな電波。すごいタイミングで飛んだって、マジ何が聞こえてなかったの。そう、治った？今は途切れてる？今治ってる。夏ですね。夏ですね。電波がもしかしたらちょっと悪いのかもね。今何時？あ、ありがとう。40分ぐらいか今。38分ありがとう。45分になったらじゃあ終わろうかな。霊感アイドル生きるなって、霊感はないのよ大西そう、大西は霊感ないのよ。そう、友達が霊感があってさ、怖いよね。でもさ、なんかそれこそね、最近 TikTok とか見てたらさ、除霊する方がなんかその家を回ってなんかチェキをなんか取ってみたいな、なんかそういうやつがあったのよ。それ霊媒師さん、そう、なんかそういうの見てたらさ、なんか大西もさ分かんないのよ、その霊が見える人とさ見えない、なんか霊が見える人もちろんさ、こんなたくさん世の中に人間がいるわけやからさ、きっとね見える方もいらっしゃるとは思うけど、でもさなんか例えばこう霊が見える人さ何人か同時に呼んでさ、じゃあそこにいる霊はどんな人ですかって言ってさ、同時にはいどうぞってやった時に同じ人のこと答えられるのかなみたいな、なんか不思議には思ったりする時もあるのよ。でもなんかその動画はなんかそんな感じがしなくて、なんか普通にあごめんねみたいな、すごい優しそうな方でね、その霊媒師さんは。そうそうそう、でなんか写真やと編集できるからチェキでその方は写真を撮ってみたいなしてるらしいねんけど、なんかそういう人、そういう方ってさどんな風に見えてんねやろなって思うのよ。なんかたまにさ聞くのはさ、ほんま人間と変わらへんみたいなさ言わへん、そういうのって人間と区別がつかないみたいな、そうってなんか聞いたりもするやん。だからなんかすごいなと思って、
どんな風に見えてんねんやろと。そう、気になる。なんかなんか何やったかな、なんかこの世の中のさ、魂の数は変わってないみたいな話知ってる？そう、なんかどんな話やったっけそれも。知ってるって、なんかあるよね。そう、あ、総数は一定ってやつよねって。そう、なんかこの世の中の魂の数はなんか変わってないみたいな、なんか分からへんけど、どんな話やったかな。でもなんかへーって思ってんな、その話。うん、そうよね。人口増えてるのに、そう、だから人口増えてる分他のなんか減ってるはずなのよ。そうみたいな、なんかどっかでそんな話聞いたことある。だから自然が増えるとそれこそ人だったりとか、なんかなんだろうねみたいなね。なんかそういうの面白いよね。そう、いい眠りにつけそうだわねえ、なんかそういう不思議な話って面白いよね。なんか聞いた時にへーってなる、うん。44分だ。どうしよう、でもあんま眠くなくなっちゃったの今。なんかしようと。じゃ怖くないんですかって。まあ、別にお化けを実際おにしが見たわけではないからね。生きてる人間の方が怖いよって思う時もあるよ絶対そうだよ。なんだかんだね。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよいきます。1位、ケージアットマーク毎日ありがとうさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がリピピーさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が大西カッキーアットマーク大西軍アットマーク祝2100日&目覚まし占いを乙女座1位さん、ありがとうございます、イエイ。よっしゃ、もう今日はいい一日やそして10位くるりんアットマーク今日軽婚へ行くね楽しもうねーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が、コーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。
そして12位が高広。ましたイエイ、ありがとうございます。そしてこれ1位の方かな、ありがとう。あ、今日見える1位の方だ、珍しい、今日見えたように自分で。いきます。ケージアットマーク毎日ありがとうさん、ケージさん、ケージさん、ケージさん、2100日タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとう、感謝感謝感謝。ありがとうございます。ということでですね、ではこの後は本日はチーム K 公演楽しんでいきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバイありがとうございました。もうお昼だけど、お仕事ある方はもうちょっと、あと6時間ぐらい定時まで定時で帰れるのか知らんけど、頑張ってください。学校ある方も頑張って、みんな頑張って、頑張れバイバイ、ありがとうございました。